獲物語和芸第2部2話、カッパが出た。大正4年、東京の賃金は跳ね上がり、どこも人手不足。女性の働き口も大幅に増えました。社会は潤い、中産階級という新しい東京人を誕生させたのです。彼ら東京人は週末を休み、リクレーションや娯楽に興じ、カフェを訪れ西洋料理を好む。男子は背広にハット、女子は流行のモードを着こなしました。ハイカラな東京は活気にあふれ、物事に寛容な近代都市となっていったのです。頼神目付として再び着任した村尾は休む暇がなかった。土曜も日曜も増上寺の地下で前任の水村が放り投げた残務整理に追われていました。こないに休みなく働くんを野暮言うんどっしゃろなと苦笑い。そこへ池田伯爵が訪れた。これは池田伯爵。普段池田さん、またはおじきと呼ぶ村尾、しかし公の場ではきちんと池田伯爵というのであります。村尾は池田が爵位にこだわっているのを知っていました。まさちか、お前東京に地下鉄道を通す計画を知っておるか。はい、存じてます。試験掘りが始まったのだが、これがどうにもうまくいかん。そのお話は国土省と鉄道省の管轄では、あ、おうか、どちらも池田伯爵がそう責任者としたな。ほな、本日は愚痴を言いにおいやしたんどすか。からかい気味に村尾が言った。断じて愚痴ではないぞ。どうも変なのだ。穴掘り職人たちが言うには、掘った穴に突然水が湧き出してカッパが悪さをするというのだ。掘った穴に水が湧くんはわかります。せやけど、カッパどすか。ああ、多くの穴掘り職人がカッパにシリコ玉を抜かれふぬけになっておる。他の職人たちも怖がって穴掘りを中断してしまったのだ。シリコ玉。ただごとではない。より紙を使い調べろ、まさちか。はい、早速。あ、ところで。なんだ。水村宇治の残務整理をしておりましたところ、使途不明金が200円、各所未払い金が600円ございます。わかった。もう水村の件は忘れろ。鉄道省から調査費2000円を回す。だからこの件頼むぞ。はい、受けたまわりました。ひとまず頼神たちの活動費を確保した村を、早速カッパの調査をすることにします。まずは明けガラスを呼びまして、カクカクシカジカ。はい、わかりました。では早速。来たと思ったらすぐにかき消える明けガラス。大棚のボンボン育ちでおっとりとしているのかと思いきや、目的を見つけると邁進するのでございます。さて、明けガラスは伝達のところへ向かいます。三円山高津院増上寺は大黒堂の別棟である伝達。住まいは増上寺の裏手、丸山貝塚の横に立つ掘ったて小屋。明けガラスが伝達を訪ね、事情を説明します。というわけです。面白え。カッパと相撲を取るのが子供の頃からの夢だったのさ。あくまで調査です。あまり大ごとにしないように願います。わかったよ。穴の中を見てくりゃいいんだろ。ということで、その日のうちに浅草へ出向く伝達。浅草の浅草寺は増上寺、寛永寺、富岡八幡、飛鳥山とともに東京五大公園に指定されています。浅草は計画的に整備され、浅草寺周辺の1区、仲見世の2区、伝法院の3区、京丹池周辺の4区、花屋敷周辺の5区、映画歓楽街の6区となっております。京丹池のほとりに立つのは、日本初の電動エレベーターが設置された浅草ジム2階と呼ばれる凌雲閣。まず伝達は12階に登って周囲を見渡す。
どこも黒山の人、人、人。家族連れや当世人気の浅草オペラ目当ての学生、モダンな洋食店に列をなすモボ、モガたち。あれがパノラマ館、こっちが金龍館、そんであそこが久子通り、ああ、有名な牛鍋の米久だ。はあ、一度食いてえな。ああ、腹が減ってきやがったと、くるり反対を向いた伝達。雷門方面を見て、あ、見つけた。あれだな、地下鉄道の試験堀ってのは。電気ブランで有名な神谷バーの斜め前に試験堀のテントが見えました。この神谷バーですが、現在のビルディングは大正10年に建造されたもので、この時伝達が見たのはまだ2階建て瓦屋根の神谷バーでございます。よし、行ってみよう。伝達、両運閣を降りると氷炭池からロックを突っ切り、寿司屋通りを抜け、大通りを渡ると左に曲がってまっすぐ走って、吾妻橋のたもと。なんで誰もいねえのか。試験堀のテントを覗く、すぐに穴が見えた。穴は斜めに地下へ降りている。脇に山盛りの土砂が積まれていました。誰かいませんか。入っちゃいますよ。入っちゃいましたよ。伝達、構わず中へと進む。斜めに降り切ると、いきなり穴が高さ3メートル、幅は5メートルに広がった。足元はぬかるんでいて、ところどころに裸電球の明かり。と、その時、キッ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 、奇妙な鳴き声が聞こえた。おお、びっくりした。なんで、カッパー出やがったのか。振り返る伝達、その目に飛び込んだのは、身長1メートル、緑の鱗に覆われて口は広くとんがり、頭のてっぺんにピンク色のお皿を乗せた、まさに絵に描いたようなカッパ。おお、カッパ。なんだ。喋った。人間の言葉ぐらい喋れなくて神様やってらなっかよ。神様なの、カッパって。安く呼ぶな、カッパ様だ。あ、はい、カッパ様。川の神だ、水神様の使い神だぞ。カッパ様にお尋ねいたします。どうしてこの穴の中で職人をいじめてるんです。いじめてる。けん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 、ふざけんな。いじめてんのお前たちだ。あたいは仕返ししてるだけ。お前もシリコ玉抜いてやるか。いや、ご遠慮します。じゃあ、とっとと失せろ。はい。ということで、伝達は大ごとにするなという言いつけを守り、カッパと相撲を取るのは断念して、増上寺に走ります。痛い痛い痛いか。カッパがいたぞ。伝達、大興奮でございます。蔵前から柳橋を抜けて、時和橋から外堀通りを抜けたあたりで腹が減って力が入らない。すぐそこが新橋というところで左へ、洋食喫茶宮沢に駆け込むと、ライスカレーを注文して一気に食らう。このもつが遠いが、後からピリピリしやがって、なんともハイカラだね。ごちそうさまと若いおかみに50銭を手渡し、さあ増上寺へ。戻りました。増上寺地下目付部屋には村尾と明ガラスがおります。あ、カレー食べてきたでしょ。宮沢ですね。ああ、そうだ。いいな。今度行こうぜ。はい。いましたか、カッパ。と村尾が聞く。はい、おりました。そうどすか、いましたか。昔の文献にカッパが京都の川で暴れたんで生け捕りにしたと書かれております。生け捕りですか。相撲を取って、えいやーって投げ飛ばしたとか。キュウリを餌にしたそうどす。キュウリ。はい、カッパの好物なんやとか。よっしゃ、早速キュウリ大作戦といきましょう。生け捕りにしてどうします。殺生はしたないどすな。どっか静かな場所に逃がしましょう。なんどす。あいつ自分のことを神様だって言ってました。え、
カッパって喋るの？だろう？俺も驚いたさ。喋んなカッパ。なおかつカッパ様と呼べって偉そうに言いやがった。ねえ村尾様、あいつ神様なんですか？悪神どす。悪神？たたり神どすな。人間に悪さをする神どす。それも神様なんですか？神様もいろいろいますさかい、ええのも悪いのも。そうですか。おっと、じゃあひとっ走り神田のやっちゃべ行ってキュウリ買ってきます。で、こんな時間じゃ閉まってるか。やっちゃばとは青物市場のことでございます。やっちゃーやっちゃーという掛け声で競りをするのでそう呼ばれています。神田は江戸から続く野菜市場であります。伝達さん、市場は明け方開くでしょ。開いたらキュウリを買って浅草に運んでください。生け捕りは人目につかない早朝に決行しましょう。わかった。伝達、神田で明け方まで待って、やっちゃばが開くと同時にキュウリを大箱で買って、そいつを担いでえっほ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 意気揚々と浅草へ。一方、明けガラスはキュウリ大作戦のメンバーにダクダクを加えます。ダクダクさんのつもり技を使ってカッパを惑わしてください。わかったよ。檻のあるつもりでいいんだよね。そう、それ。明けガラスとダクダクは朝を待って新橋から鉄道馬車に乗り浅草へ。どうしているの？早朝、浅草に着いた伝達はテントの前に座っている安兵衛を見つけた。よう。安兵衛にっこり笑って立ち上がる。なんかお前たちがこそこそやってるんで、密かに後をつけたんだ。探索は俺の得意とするところ。さあ、カッパ大使だろ。ここは俺に任せろ。と木刀を抜いて、えいえいと素振りをくれたが、早いかそのまま穴に降りていった。慌てた伝達が追いかけ、待ってくれ、キュウリ大作戦なんだって。ほら、キュウリ。生け捕りということか。よし、承知した。キュウリが必要だって。そうかと安兵衛振り返り、伝達の担いだ大箱に腕を突っ込み、キュウリをつかみ出すと、まるで節分の豆をまくようにキュウリを放り投げた。これキュウリだよ、みずみずしいキュウリだよ。仕方なく伝達。カッパ様、好物のキュウリですよ。とその時、嬉しそうな鳴き声を上げてカッパが飛び出し、キュウリは掴んでポリ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 食べ始める。本当にキュウリ好きなんだ。これがカッパか。様です、安兵衛殿。そんなことどうでもいい。安兵衛、木刀をしごき、と踏み込んでカッパの脳天に木刀を振り下ろした。不意打ちかーい。驚く安兵衛。それもそのはず、カッパは安兵衛の木刀を見もしないで、気配だけでひょいとかわした。そして何事もなかったようにポリ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 キュウリを食べて。俺の一撃が簡単にかわされた。さて、このキュウリ大作戦、ここから面白いことになっていきますが、ちょうどお時間となってしまいました。本日はこれで読み終わりでございます。声の出演、伝達小南浩二、明けガラスバルシェ、村尾正親、三木真一郎、ダクダク小野元春、堀部康兵衛、岩田光雄、池田伯爵、美富仁、カッパ一流祭定義ケケ。そして語りは一流祭定吉でお送りいたしました。